皆さんこんにちは、森有です。はい、今日はですね、私の髪色変わりましたよ動画でございます。なので今日は普通に何で染めたかカラーバターの紹介をするだけの動画になると思うので、飽きそうな方はここでシャットダウンして大丈夫です。はい、今回使わせていただいたカラーはですね、結構ねあるんだよ今回。まずプラチナシルバー、シェールズの、プラチナシルバーですね。だいぶ使ったの、ほらもう結構ないよね。これがね全体的に入ってますね。これと今回実はある色を混ぜていて、じゃんじゃん、はい、ヘンプグリーンっていう色が入ってます。でもヘンプグリーンはね、ちょっとここの、わかるかな、ちょびっとこの端っこの部分をちょびっと削って使ってます。でちょっと渋みというか深さを出して、これとこれを混ぜて使ってます。でこれとこれと出したのが、この中にですね、モカブラウンを、これだ、モカブラウンを入れています。でモカブラウンが、はい、モカブラウンもわかるかな、このこのハイコーってなってるところをちょっと使ってるんですけど、そこまでモカは、まあでも結構ね色味的にはモカが強く入ったなと思うんですけれども、ここの真ん中ら辺を見てみるとね、あるピンクが発色してるんですよ。それがですね、こちらの、はい、いつも私が使っているベイビーピンクになります。ベイビーピンクは今回はちょびっと入ってますね。ここら辺からちょびっと使いました。いつもの、半分ぐらいしか使ってないです。これはまず順番的には、ブリーチをして全体ブリーチして、で毛先ね、ちょっとねこうやって見ると分かると思うんですけど、分かるかな、ここからちょびっとねピンクになっててるんですよね。ちょっとねモカが入りすぎちゃったので、髪の落ち色見ながらだったら分かると思うんですけれども、ここはちょっとねピンクなんですよ。なので入れたい色的には、ブリーチ1回して、その後に、このシルバーとグリーンとモカブラウンとこのベイビーピンクを混ぜた4色を混ぜた、色が全体に一旦入ってます。でここまで一旦入れてます、これを。で次にですね、ベイビーピンクとシルバー、はい、こちらとこちらを混ぜて、クリアクリーム、これはですね薄め液ですね、薄めクリームで、伸ばしてこの3色を使って、はい、このちょびっとです、ほんとこれもちょびっと使いました。はい、この3色を使って、はい、これですね、この3色を混ぜて毛先に後から入れてます。ということで全体1ブリーチで2回目、ここまでこの色というか、これをこれプラス、ベイビーピンク4つをプラスした色が半分まで入ってます。でこの3つをプラスした色が毛先に入ってます。で結構今回はアニーみたいな感じで色がね、なんていうのかな、なんか本当に意外と不思議な茶色のような赤のような色になったんですけれども、シルバーが、前のシルバーがうまい具合に残ってくれてたのか、すごく綺麗になんか発色してくれて、こことかもねライト当てるとねすごくわかるんですけど、赤くここピンクっぽく残ってくれたのですごくありがたいなと思います。はい、ということで今回の色はこんな感じでございました。次回の色は何色にしようかなと思ってるんですけど、私的にはそうだな、ピンクはやっぱ戻したいので、でもこの髪の色をちょっと、落ち着いてしてみて次の色を考えようかなと思ってます。
次の色も楽しみにしていてください。バイバーイ。Twitter、Instagram の番組の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の番組も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はこちらの丸いボタンをクリックしてください。そして過去のエンシェールで染めた動画をここら辺に載せておきますので、よかったら皆さん見てください。ということで森有でした。チャオ。